お疲れちゃんです。ラットです。だけでクララはね、今日もやっていくんですけど、なんだっけ、やばい、久しぶりじゃねえ、動画昨日も出したんだけど、なんか動画のね、ちょっとリズムをね、忘れちまいましたね。というわけで今日ね、このゴレクロ使っていこうかなと思います。海外のプレイヤーがね、このデッキでめっちゃ12勝してて、ちょっとね、今ゴレクロが12勝増えていますと言ったわけでやっていくんですけど、まあ箱がね、ちょっと多いです。ロイヤルデリバリーが多いのと、あとゴボリもね多いですなんですけど、まあその2枚見た時に箱クローンきつそうなイメージがあるんですけども、箱落ちた後のギャング追加であったりとか、ダクネクローンとかねして箱落ちてきても、その後コウモリがバーって出てくるんでね、あとはなんかホバリングがね、なかなか処理されないっていうので、こう後ろのホバがね活躍するよっていうわけで、このゴレクローをね今日やっていこうかなと思います。まあゴボリにもね強いですね。もうボコボコですね、数で、量で、ね、量のご量子で。はい。というわけで、まあ、やっていくんすけど、暑いですね。マジで暑い。さっきまで扇風機つけてたんですけど、動画撮るのにね、扇風機の音が入るんで、扇風機今切ったわけですよ。切ったわけなんですが、切ったらものすごい暑いですね。半袖1枚で部屋いるんですけど、アホみたいに暑くてちょっとやばいですね。動画撮ってるけど、撮る空間じゃないですね。暑すぎて。窓を開けてもいいんですけど、僕マジで世界一蚊嫌いなんですよ。あれ。ブツ。いや、マジで嫌いすぎて、網戸信用してないですね。網戸も、なんか網戸だと、もしくは入っていった時に、うわ、網戸のこのちっちゃい穴からじゃんって、思っちゃうんですよね、僕。そうなんですよ。信用できないんですよね。網戸信用しないタイプの人間なんで、僕。よいしょ。というわけで、ちょっとね、窓を開けてもいいんですけど、というか、開けた方がいいのかな、マジで暑い。まあ、エアコンつければね、一番なんですけど、まだ早いですよね。まだエアコン早い。エアコンはね、気持ちまだ早いとか言って、どうせ多分、数時間後につけてるか、まあ、まだ扇風機でね、寝れるんでね、明日ぐらいにはね、エアコン使ってるかもしれないんですけど、いやー、マジで暑いですね。窓を開けて乗り越えれるのが一番いいんですが、蚊が嫌なのでね。マジで僕、この世で一番嫌いなものって言っていいぐらい嫌ですね、蚊。なんだろうね、何が嫌いだろう。なんか昔は食い物とかでもありますけど、まあ納豆か。僕納豆嫌いなんで。納豆、この世で大嫌いなトップ3。この世で大嫌いなトップ3は、なんだろうね。別に悪口とかじゃないけど、ヤキちゃんの、雑な LINE とかかな。雑な LINE が第3位の、第2位が納豆、第1位蚊とかかな。そんな感じでね。マジで蚊、マジで嫌いですね。レベル低いかもしれないですけど、今言ったやつだと。まあ好きか。うわ、ちょっと待って。タイミング、いろいろとタイミング、ちょっと矢波きますね、これ。ザップからの矢波。うふー、危ねえ。相手はジェイスパー、矢波ザップですね。矢波か、うん、矢波全然来ねえな。俺の謎の警戒返してほしい。矢波全然来ねえ。で、クローンデッキを使う上で、急にね、急に真面目な話になるんですけど、クローンデッキを使う上で、結構ね、アイスイズトルネとか、ファルチトルネに勝てねえじゃねえかってなるんですけど、トルネ持ちに対してはですね、こう、まあ、形を作らないっていうのがね、大事になってきますね。まあ、何言ってんだってなるんですけど、ゴレの後ろに普通だったらダクネとか出すじゃないですか。でも、公営で一緒に処理されちゃうんですよ。なので、ゴレの後ろに出さずに逆サイとかにダクネとか、まあ、スケバレダクネとか、で、ゴレの後ろにホバーとか。で、相手がザップとか使ったらコウモリ、ギャングみたいな感じで、なんかね、変に形を作ろうと、ん?変に、なんか欲しいの、日本語。形を作んないっていうのがね、逆にね、強い攻めではありますね。あ、今相手コウモリ、ザップ使ったんで。で、ワンチャン5か?これ、トルネザップですね。これ辺クローンして、相手のスパイキー処理したいですね。で、これ辺が?これがサタはきつそう。いや、ガゴ群れよ。ガゴ群れをワンパンしていく。さあ、まあこんな感じでっていうか、もう、本当に、ゴレは今のところ特に活躍してないんですけど、周りがね、強いんでね、こう、パターンを知っておくのは大事ですね。マジで、ゴレダクネは、まあ基本的にね、最強なんですけど、
ゴレダクネがまあ簡単に守られるときに逆サイドね、スケバレホバコウモリであったりだとか、なんかそういったわけでね、いろんな形の攻めがこれ無限大なんでね、マジでこのデッキは。それがね、ちょっと強みかなと思いますね。これ多分めちゃくちゃ相性いいですね。これでまあクローンバーンして、これもね、間違いなく一番強い攻めですね。ゴレダクネ、いっぱい作ってね、クローン。よいしょ。というわけで、すごいチンパンしてますね。いよいよね、この動画が上がってる次の日かな、はい、土日プレイオフね、2回戦3回戦と、続いていくわけなんでね、ちょっと緊張もねそろそろしてきますね。はい、めちゃくちゃ楽しみですね。もう負けたら終わりなんでね。でもう僕もね、負けしかもないんでね、今んとこもう吹っ切れてね、楽しんでねやれたらいいかなと思いますね。もちろんね、ええ感じに勝ちたいですね。というわけで、さあ、そんなこと言ってるやつが何チンパンデッキ使っとるねんってなるんですけど、本当にね、リーグでもこのデッキ大活躍するかもしれないんでね。そこはね、まあ、わかんないよと、言った感じで、いろんな形の攻めを知っておくのが大事ですねって言ったんですけど、スケバレコウモリ、スケバレホバ、スケバレギャング。で、それにクローン打つパターン、打たないパターンとか考えるときに、無限にあるんですね、パターンが。もうそれがね、大事ですね。うわぁ、エリゴーラーだ。エリゴーラーだな。待って、これやばいかな。逆サイゴレ展開してもよかったか。まあ。エリゴーラーは、止まんのかな。うわぁ、すごい。これはあれですね。ホバにタゲ取ってから、コウモリで、処理します。いやぁ、めっちゃいいコウモリ。あぁ、待って、めっちゃいいポイズン。ちょっと待って。俺、やりゴブしかいねえ。まあ、でも、やりゴブに頑張ってもらいたいんですけど、怖いので、一応、やなむって。エリ回収さあ、相手の、これですね。皆さん来ました。これに、真っ向勝負でいくと、ベビドラ、ライドラ取るので、多分、防衛されちゃうんですね。なので、逆サイドをうまく攻めるのがね、すごい大事になってきますね。とは言ったものの、むずいですね。一旦、ゴレダクネ作って、まあ、スケバレ飛ばしつつ、これにね、ウッド系かなんかをね、探したいですね。で、このホバが、ええ感じにね。ああ、しかも今、ウッドサイトなので、ギャンクをね、追加できると理想ですが、まあ、コストがないと。言った感じでさ、これはちょっと待てよ。相手、ポイズンですからね。いや、でも、これ勝てたら、本物ですね。マジで、クローンチンパン界の本物になれそうですね。で、これ、ワンチャン無視してきたら、クローンしちゃいたいな。うん。いや、なんか、暇なんでします。暇なんでしたんですけど、よくないですね。ヒーローを溶かしてくれ。てか、ヤナアメで死にそうですね。あのヒーロー。あのヒーロー、ヤナアメでなんなら死んでくれそうなので。うわ、死んでよ、そこ。ちょっと待って。やばい、ちょっとやばい。クローン、オッケー、いらないですね。ポイズン打たれる。なんならね。なんならちょっとなんならやばい。なんならやばい。なんならやばい。待って。ちょっと待って。これね、審議。なんでポイズンですか先輩。なんでポイズンですかって聞きたい。本当に。ポイズンのエリゴレいます？初めて見ましたよ。てかもうね、エリゴレ今いないんですよ。あはー、これはやられた。攻めだな。もうちょっといけそうだったんですけど、ちょっとね、相手の、ダクネドラドラポイズン、勝ちたいですが、まあ、さっきのね、軽く言ったんですけど、攻めのね形が無限なので、ちょっと一戦マルチやってね、それでね、ちょっと負けて終わるの嫌なんでね、一戦最後マルチャーでチンパンしてね終わろうかなと思います。トリトン、ごちそうさまです。あー、クローンのレベル上げるか。クローンのレベルって大事なのかな。いや待って、順位でいきます。ゴールドね、10万ゴールド言いたいんでね、これでねいきたいと思います。そう、攻めの形がマジ無限大なんですよ。アホみたいにやるんで、もうクローンをかけるパターン、まずかけないパターンがあって、あとはユニットの組み合わせのパターンがあって、同サイドに行くのか逆サイドに行くのかっていうのもあって、まあ、そこをね、こう、いろいろね、可能性があるっていうのがでかいですね。で、まあ、トルネ持ちには言ってなかったの、最初。トルネを使われるまでというか、クローンをね、自分からしなければいいんですよ。相手が雪玉とかザップとか、まあ、言ったらこう、クローンを処理する系のスペルを使ったら、こっちがクローンすればいいんですよ。これ、あれですよ。最強の定義。
自分からクローンしない。はい、これ覚えておいてください。自分からクローンしなければ勝ちなんですよ。とか言ってするかもですけど、まあ、する時あってもいいんですけどね。こうクローンメタカードをね、相手が持ってる場合に自分からクローンを使わなければいいんですよ。なんなら相手が、多分これ今回の相手柳雨なんですけど、柳雨を使って、うわーめっちゃ勝てんのいっぱいいるね。柳雨を使うまでクローンを使わないっていうような感じでいくといいんですよね。そう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 、おーすごいホバベビーメーカーの墓石いっちゃうんすね。いやこれゴルダクね、組んじゃえばね、多分僕の相手ね、ヤナハムなんですよ、この人。僕の記憶が正しければね。相手がヤナハムを使ってくれるまで、クローンを使わなければいいんですよ。そういうこと。これがね、大事になってきます。よいしょ。だから、まあ、トルネ持ちにもそうですね。相手がやっぱ結局、ゴレダクネの防衛にトルネが必要になるんで、トルネを使ったら使ったで、やっていくというわけで、その墓石めっちゃいい墓石ですね、マジ。なぜならこの防衛の墓石なのにスケルトンがこう攻めてくるっていうね。うわーこの隙いてー、うわババ。これまあ矢の雨防衛して左側にワンチャン来ますね、これ。怖いのが。まあ、来ないか。右メガゴー。許容。許容。さあ、まあ問題はこっからですよ。問題はどうしていきましょうかと。相手がスペルをね、一向に裂いてくれないのが怖いですね。スペルを見たいですね。ここで見えますね。相手のスペルが。やらめー。さあ、やらめを使いました。というわけで、ここでね、もうね、チンパンできると最強なんですが、一回攻めちゃいましょう。で、あの墓石いいっすね。あの墓石めちゃくちゃうまいですね。コウモリを棒に使っちゃえば、相手は攻めビビをせざるを得ないので、逆にここでコウモリ使っちゃいましょうね。ああ、そう、そしたら多分コウモリ無双するんで、マジ。ホバか、ホバなんかもう無視して、で、ここでもう攻めちゃって、相手がね、多分ヤナアメを使いたいんですよ、マジで。相手がヤナアメを使いたい。そう、ヤナアメを使ったら、これでね、クローンをしたいんですが、コストがないですね。いや、マジでそうなんです。本当に、こういうゲームですね。相手がヤナアメとかそういうのを使って、馬で、撃たないんですよね。そう。こうしたら相手は逆に辛いんじゃないでしょうか。そう、だからハードカウンターが怖い。ハードカウンターが怖いが、いや、結構入ってる。頑張ってくれ。頑張ってくれ、俺のユニット。さあ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 。ここは今、このホバを殴ってる間にビビを溶かす。これ大事ですね。いやー、ここで溶かせたらマジででかい。いや、バンバン剤マジで。これは勝ったっしょ。これは止まんないんじゃない？これ止まる？止まりそうだね。うん。非常に止まりそうですね。で、スケバル飛ばすだけで、逆にこっちにヤナアメ打ちたいと思うんでね。いや、クローン下手だな。クローンちょっと下手なのは、あマジ許して。ああ、ほら、もうね。そうなんです。相手ヤナアメ打ちたいけど、打つ場所多いってなってますから、今。ヤナアメを3波周はむずいんですね。さあ、これですね。ここ、確実に相手のユニットを処理していきたいですね。で、相手はホバを多分延命しようとしてますね。ああ、むずいですね。さすがに。あのユニット3体固まってるのは結構むずいですね、対応が。ここまで柳雨打って、OK。で、あ、待ってよ、スケバレ、ああ、入りそうだったのに。いや、待って、ゴレが入る、謎に。ん？これさ、見て。トゥトゥトゥン。お？いけるんじゃない？あ、来た。美味しいですね。いや、なんかこんな感じで本当に相手がヤナメ使うまで、逆にヤナメを出すとね、カードがギャングとかスケバルとかコウモリとかめちゃくちゃあるんで、まあゴレダクね、形作りつつ逆サイにスケバルとか飛ばして、まあ、ヤナメね、使わしたら、もうその瞬間ですよ。後ろにギャング、コウモリ、ホバつけたして、クローンかけちゃえばもうキングもね、折れちゃうよと。まあそんなコストないんですけどね。というわけで、マジでクローンのね、使うタイミングがね、結構大事になってくるんでね、ぜひ。ゴレクロチンパは皆さんもね、疲れた時とかね、脳死でマルチやりたいなって時に、ぜひ、お試しください。というわけで、リーグ頑張ります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。